ひやこ鍵曲がり交流館にやってきました。ここは武家屋敷の面影を伝えるお庭がありますね。旧児玉家庭園。これ庭園は無料ってこと？鍵曲がり交流館は有料ってこと？この周辺の地図ですね。とりあえず日やこ鍵曲がり交流館に行ってみましょう。入館料は無料ですね。あ、こんにちは。ここは何の施設ですか？どういう言い方をしたらいいんですかね。市内の方ではないんですか？じゃないです。あ、大体がこのザ・ソナイズっていう楕円形で囲んでいる人物の小玉成田、この左ですね。ああ。その屋敷跡なんです。はははは。だから建物自体はこういう形で近代のものなんですけど、中から見ていただくお庭が、お庭がね、当時のおかげのものが残ってますし、はい、そもそも市の施設なんですけど、はい、入館の無料ですから、お時間があったらぜひご覧になってください。はい、ここは、うん、何、ずっと私の音声も入ってます？入ってます。あんまり喋らない。まあ、あの場所だけ教えてくれたらいいです。こう順路っていうか、あ、こう行きゃいいかな。そうですね、わかりました。まあ、どっちにしろ一回外に、靴で外で。で、こちらには常設しているケースに入ったものがありますが。夏みかんか。そうです、そうです。これ、至るところにありますね、こういう地図は。あ、ずっともおはぎはこの子地図が今でも使えるということで、今どちらの場所にいるか分かられますか？今。ここは平安に古いって書いて、日やこ町っていう。日やこ町ですよね。先ほど申し上げた人物、児玉三郎右衛門を、うん、こっか、うん、鍵状になってますでしょ、うん、だからこの前の道が日やこの買い曲がりという変形地区になってます、はい、同じ夏みかんでも萩の夏みかんというと高値で売買されたというところらしいです。だからいかにもブランド力を欲しいです。なるほど。若い方が見たらおしゃれだねとかって言われるんですけど、確かにそれを示しているものになってるんですよね。ああ、こういうの包んで、そうそうそう、左の向こう側にあるケースが引き札って言ってチラシなんですけど、昔の兵庫県とかそっちの方に送られていったようです。夏みかんの木が3本あれば子供を上級学校に行かせられる、そういうこともあるぐらい。じゃあ最後に庭を取って終わりましょう。
旧小玉家庭園。いや、ここは今狩り交流館。中は入ったんで、でこの庭園をねちょっと歩いてみましょう。泳いでるわけじゃないのかな、魚がいいのかな。開かないね。こう川に続いてるんだね。じゃあちょっと買い曲がり歩いてみましょうか。買い曲がりはこの道路沿いですね。ちょうどこう直角になってるのね、角に。車で通ったけどすごい曲がりづらかった。はい、まあこんな感じですね。買い曲がりはということで、ひやこ、かぎ曲がり交流館でした。